インディアン居留地の分布インディアン居留地とは、アメリカ合衆国内無償、ビアの管理下にあるインディアン部族の領有する土地。リザベーションという呼び名が一般的だが、有力な民族のものは自治権が強く一つの国家にも等しい力を持つとされ、ネーションとも呼ばれる。同様にインディアンやエスキモーが先住するカナダにも同種の領域が存在する。 西部開拓時代にはインディアンテリトリーと呼ばれていた。また、現在ではインディアン自治区と呼ばれることも多い。リザベーションは現在では居留地と表されることが多いが、本来の意味としては保留地、つまりインディアンの古国として白人が保障して取っておいた土地である。これは、鳥も直さず、いずれ保留を解消するという意味合いも含んでいる。 白人たちがアメリカ大陸を開拓する上でどうしてもぶち当たる問題、インディアンとの土地問題を解決すべく彼らと条約を結び保留地に住まわせるという政策は合衆国の歴史でもあった。白人政府とインディアン各部族との間に結ばれた保留地を軸とした条約の数は実に371に上る。当初、白人側はインディアンをそこに閉じ込めるといった考えは なかった。狩猟のために、インディアンは、保留地から離れることがしばしばあったし、白人がそこの土地を買ったり、勝手に侵入したりすることも許されないということを、白人側は、インディアン側に、条約で約束していた。インディアンは、保留地を通る、ロ馬車やカウボーイから、通行料を取っていたのである。だが、増え続ける入植者の前に、圧倒的な武力を背景に、 白人側はインディアン部族に土地の活用を迫り、インディアン部族はわずかな年金と引き換えに条約を飲まざるを得なくなっていく。トーマス・ジェファーソンはインディアンたちの意思を無視して白人側が勝手に保留地の土地を買ったりすることは許されないと述べたが、それは全くの空論だった。土地をめぐる白人とインディアンの争いは次第に激化していく。 東部の豊かな土地を所有していたインディアン部族の多くが白人入植者により何のゆかりもない数千キロメートル離れた西部の土地へ強制移住させられた。この強制移住は数百数千に上る部族民の途上死を招いた。また、この部族収容は数族とポンカ族やモードック族とクラマス族など対立していた部族同士に 同じ保留地を当てがう分割統治の手法が使われため、部族間で抗争を引き起こす元ととなり、またこれは白人入植者により保留地を没収縮小する口実とされた。1790年から1834年にかけて可決されたインターコース法は、後の保留地の形を決定づけるものだった。それは以下のようなものである。しかし、 実際にはこれらの方針は全く機能せず放置された。南北戦争と保留地監督官の横領によって食料の供給は満足に行われず保留地は常に飢餓状態に陥りインディアンの反乱の元となった。1860年代を前後してユリシーズ・グラントやウィリアム・シャーマンなどは保留地に入らないインディアン部族は絶滅させるという絶滅政策を取り保留地を インディアン部族を隔離、管理するための収容所化していく。西部の水族など平原部族の保留地への囲い込み交渉は最後までもつれた。このため、連邦政府は平原部族の主要な食料となっていたバッファローを政策として野生界から絶滅させ、食料を断つ作戦をとった。大陸横断鉄道が敷設されると、政府は完成の狩猟ツアーを募り、 窓から無差別にバッファローを撃たせて、これを殺させた。入植者たちは条約を無視して勝手に堀内に入り込み、部族の両場でバッファローを虐殺したが、堀内監督官は部族の抗議を無視した。こうして19世紀初頭に4000万頭を超えていた、バッファローは19世紀末には野生状態ではついに絶滅に近い状態となった。飢餓状態となった平原の部族は、 保留地に入らざるを得なくなった。保留地過去一みと同時に、議会に対する白人開拓者や農場主たちによる、インディアンたちの領土の明け渡しと開拓を可能にする、新法の要求は、年々強まっていた。こうした中で、1886年に可決された、同図法は、インディアン保留地内の土地を、個人のものとして細分化し、不動産化していく、決定的な法律となった。 この銅図法の下、部族の土地は、わずかな年金や品物と交換されて、賄償化されていった。不動産の概念のないインディアンたちは、4000平方メートルあたり50セントで、売買契約させられた。1889年までに、西部のインディアン部族の土地は、3年間で16万平方キロメートルが売り渡された。1868年のララミー条約で、 不可侵の土地と訳された数族の広大なグレート・スーネーションもブラックヒルズに近郊が見つかるとたちまち蹂躙され収奪されていった。この16万平方キロメートルの没収された土地のうち4万1600平方キロメートルは数族が命の糧としていた先祖代々からの領場だった。売り渡されなかった土地でも数ドルの年金で数十年単位で 市町村クラスの土地を白人農場主が半ば強制的に借り上げるようになっていった。現在でも保留地では地主であるインディアンが借地人である白人の農場などで低賃金の肉体労働に従事していることは珍しいことではない。同時にインディアンが保留地から白人の許可なしに外へ出ることは全面禁止となった。違反者は死刑になった。 こうした制限は19世紀末まで続いた。ドーズ法を立案したマサチューセッツ終戦室の上院議員ヘンリー・ドーズの意図はインディアン一世帯に対して65ヘクタールの土地を農地として与え余った保留地の土地を白人に売却させることでその代金の一部をインディアンに還元させるというものであった。この根本理念は保留地の解消であり、ここに 部族の主権という発想は妄想ない。しかも、ドーズ本人はこれを人道主義に基づくインディアン教家の最上の方法であるとしていた。保留地管理のために、連邦政府は1820年代にアメリカ内務省直轄のビアを設立していた。保留地監督官は、ここの所属となった。保留地には、ビアの出先機関として、管理事務所が置かれ、 ここへ派遣された白人の管理官が、堀内内内のインディアンのすべての行いについて、監督、指導するようになった。反抗的、不穏な部族や指導者は、軍が呼ばれ、虐殺された。堀内管理事務所には、レッドクラウド管理所だとか、スポッテッドテール管理所など、堀内政策に賛同し、白人に優和的だった部族員の名が完成られた。また、 有力な主張を裁判官に任命するなどして、これを懐柔し、反抗的な主張を牽制させた。また、儀式のほとんどが、キリスト教的でないとして、弾圧、禁止され、シャーマンや、呪い師は殺害された。治料も禁止された。よって、堀内は、インディアンが農業を行うための土地となった。が、ほとんどの堀内は、農業不可能な不毛の原野である。 連邦政府が西部の部族に対して行った農業指導の実態は、いきなり農耕文化を持たない、狩猟部族に使い方もわからないトラクターを渡し、農耕を命令するという現実離れしたものであった。バッファロー狩りのできなくなった平原の部族には、代わりに年金として、保留事務所より肉牛などが支給されることになったのであるが、 上実のようにそれは中は戦略的に、ビアの保留地監督官によって横領され、常に数が不足していた。農業経験のないインディアンたちは上、え、冬をしのぐために種牛にまで手をつけざるを得ず、飢餓は年次倍増していった。条約が結ばれて、保留地に強制移住させられ、しばらくすると、移民の増加で実情が合わなくなり、また新しい条約が強要され、 保留地が縮小される。保留地をめぐる条約交渉の歴史はこの繰り返しであった。現在も連邦政府はインディアンの自立を掲げる。しかし、インディアンはそもそも白人と出会う以前から自立していたのである。保留地の歴史すべてが条約違反の繰り返しの上になり立っている。保留地には一定の自治権を認めた条約規定に基づき、 ビア直轄の部族評議会または部族議会が組織されていて、これは一般に部族政府と呼ばれる。色濃い連邦が自主独立を保てているのは部族議会を持たず、連邦と貸し借りのない状態を維持しているからであると言われる。堀内は連邦政府との条約規定によって存在しているが、その土地は州政府の管轄内にある。このため部族政府は 実地政府、独立国家を名乗りながらも、常に連邦都市の双方を相手に、交渉ことを行わなければならない矛盾を負わされている。ほとんど全ての保留地は産業を持てず、貧困にあえいでいる。また、保留地で生活する限り、そのインディアンにはわずかながら、条約規定に基づいた年金が入るため、これに頼って自立できない人々も多い。失業率は半数を超え、 アルコール依存症率は高い。保留地には産業や就労先がないため年金を捨て保留地外に出て生活する人たちも多い。20世紀頃までのアメリカではネバダ州とニュージャージー州以外でカジノが実質禁止だった。対して保留地内では自治権を認めた条約規定で設立可能であり、それを活用することでインディアンカジノとして成功した。 保留地もある。しかし、州が州法を盾に、ギャンブル事業の認可をしないために、最後の切り札の火事の表ず、身動きできない部族も多い。これも、連邦法と州法の双方から縛られるインディアン、保留地の矛盾を示す事例の一つである。現在の連邦政府の方針としては、1950年代からの流れとして、部族の意向を無視して、 保留地を解消していこうという方向にある。インディアンという特別な存在ではなく、アメリカ市民として納税させ、国民の義務を負わせるというのが、当初からの政府の命題だったからである。これに沿った、インディアン寄宿学校による強制同化政策によって、インディアンの同化が進み、20世紀初頭から、すでに、部族独自の純潔性、民族性は薄れたとして、 様々な部族が絶滅認定され、保留地を没収されていった。ただし、この揺れ戻しとして、近年再び部族の結集を図り、保留地の再獲得を果たした例もある。目次、ABCDEFGHIJKLMNOBQRSTUVWXYZ2000 年の時点で人口38,543人。アリゾナ州通村付近。 ありがとうございます。